どうも皆さんこんにちは。アメリカ心臓外科医の北原です。あらゆる質問に毎日答えるコーナーをしています。今日の質問です。年齢に関する別の質問ですが、アメリカの病院には定年はありますか？この質問はですね、同じような質問が多分 2,3 個前ぐらいの時に来て、でその時におそらく医者に定年っていうのがある国っていうのがそんなにないっていうか、そもそも日本も定年があるのかどうか分かんないし、アメリカも多分医師の定年っていうのはないんじゃないかっていうようなことを言ってる動画があるんで、ちょっと下で見てもらったらいいかなと思うんですけど、結果的には分かんないし調べてもいないから、断定的なことは言えないんですけど、多分ないんじゃないかなっていうふうな感じで話は締めてて、最終的にはまあなんか自由に好きなことをやれたらいいんじゃないかなみたいな、ぼんやりした感じで話を終わらしたんですけれども、まあそういう感じで、まあ定年があるかどうかはちょっと分からないし、逆にこの年齢に関する質問でその定年をどうして気になるのかなっていうところはすごく、むしろ気になって、むしろ質問したい感じだとは思うんですよね。まあ多分なんだろう、そのライフワークバランスみたいな感じで、早めに例えばお金をたくさん稼いで早く辞めて、で老後のなんかその生活を豊かにするみたいな考え方って多分結構あると思うんですけども、そういうことを考えてるのか、まあちょっと分かんない。以前なんか留学医師ライブで麻酔科の僕の大学のアメフト部の後輩の淵田先生っていう先生と話をした時に、そのライフワークバランスの話と、あとなんか忘れちゃいましたけれども、とにかくお金を稼いで、それをまあ時間にするみたいな形ですね。要は早く辞めて仕事をで、そのお金で生活するっていう、その時間をお金で買うような感覚っていうのをまあなんか話をしていて、まあ確かにそれはだから日本人ってどうしても、まあ日本人ってそのジェネラルに言っちゃっていいのか分かんないですけど、どうしても働くこととかすごくそこに仕事が全てみたいな感じなところが多いかなというふうに思うんですけど、まあ今はどんどんそういうのってなくなってきてると思うんですけれども、まあそうやってこう、まあ時間、仕事は仕事でもプライベートとかその他のところっていうのの時間とかを大切にするために、でもうお金は稼がなくちゃいけないから、そのバランスをうまく取るっていうのが、まあ、アメリカでは非常にまあやりやすいっていうふうに麻酔科のその淵田先生は言ってて、まあ、僕もその意見にはある程度賛成するところあるかなというふうに思うんですよね。まあ、いつ辞めるとかっていうことはちょっとわからないですけれども、まあ、そういうふうに考え方として、まあ、そのお金で時間を買うとか、まあ、そういうのは結構面白いというかいいなというふうに思ったりはしますね。ちょっとなんか取り留めもない感じになってしまったんですけれども、定年に関してはそんな感じで、ちょっと詳しく調べてないんで、次同じ質問が来た時にはちょっと事前に調べておこうかなというふうに思います。はい。